はいどうも、カバンチョアルパカ系 YouTuber カバです。今回のラノベレビューは角川スニーカー文庫より発売、最弱ランク認定された俺、実は史上最強の神の生まれ変わりでした、お姉ちゃん属性な美少女との異世界勝ち組冒険ライフです。まずは注意です。ネタバレが嫌という方は見ないことをお勧めします。また私は本は作者様をはじめ絵師様、出版社様など多くの方の時間と才能がかけられた努力の結晶だと思っています。この動画によって不快な思いをする方もいるかもしれません。ですが真剣に書かれているからこそ真剣に応じようと思っています。良かった点、悪かった点を率直に語らせていただきます。これは本書を読んだ私個人の感想ですので、何かありましたらコメント欄などでお知らせください。はい、それではまず結論です。この小説を一言で表すなら、お姉ちゃんと一緒にチュートリアルしよです。はい、いきなりなんだ、てめえのキモオタ声で言うタイトルじゃねえだろ、悪役令嬢に転生してから出直してきな、というエンサの声が聞こえてきますね。まあ落ち着きたまえよ君たち。これが一体どういうことか、これから説明していきます。まず作者様の後書きで言及されていますが、本書はもともと小説投稿サイト角読むで連載されていた異空のレックスオールを開講して一冊の本として出版されたものです。本ではリバーシブル仕様となっており、裏はこうなっています。比べるといかがでしょうか、好みは分かれると思いますが、いずれもタイトルに沿った絵柄になっているのではないでしょうか。しかしなぜ2種類作ったのか疑問でなりません。というのが表紙の特徴ですが、気になるのは内容です。裏表紙にはこうあります。異世界に転移した少年カナメは絶体絶命のピンチを救ってくれた美少女冒険者と冒険ライフを始める。しかしカナメの魔力はゼロで、この世界における最弱ランクに認定され、周囲から嘲笑が飛び交う中、彼女だけは大丈夫、カナメには私がついているんだからと抱きしめてくれる。お姉ちゃん属性全開な彼女との勝ち組生活を送るカナメだったが、隠された力まで発言し始め、危険種の魔物を瞬殺し、さらにはマガまで発動。彼女に最大級のピンチが訪れた時には神の生まれ変わりとして完全に覚醒し、世界の常識を塗り替えていく。神の力を宿した少年の最強で最高な異世界英雄団開幕とのことです。それにしてもすごい情報量です。異世界転移、お姉ちゃん属性の美少女、魔力ゼロ、最弱ランク、バカにされるも勝ち組ライフ、隠された力の発言、魔眼、神の生まれ変わり、そして覚醒、地雷ワードの玉手箱や、あまりの戦闘力に震えが止まりません。オラワクワクすっぞ、どうなっても知らんぞ。では実際に読んでみた感想をお話しします。今回は気になった点、悪かった点から挙げていきましょう。こちらをご覧ください。主人公の目的が達成されていない、お姉ちゃんによるセクハラ、お姉ちゃんの警戒心の欠如、登場人物の服装の不一致、長い世界観説明、即終了する戦闘、優しすぎる資格、手のひらドリル姫、新連載1話目のような一巻。はい、いかがでしょうか。これでは何のこっちゃなので、詳細を見ていきましょう。まず物語の冒頭、主人公の要は姉と慕っていたものにより2年間分の記憶と経験などを消されてしまいます。つまり体の成長や記憶などが2年前ちょうど異世界に転生したくらいの頃に強制的に戻されます。それから別の場所に飛ばされて異世界ライフが始まるというのがこの物語の始まりなのですが、カナメくんもこの仕打ちには当然激おこです。激おこぷんぷん丸です。わかりやすいよう説明すると、ゲーム中自分の家族からお前は強くなりすぎたと強制的にセーブデータを全消しされたみたいな状況です。冒険の書が失われてしまいました。並ぶ3つの 0%、 これはトラウマ不可避間違いなし、いともたやすく行われるえげつない行為、これは肉親であっても血みどろの仁義なき戦いが繰り広げられること待ったなしです。もちろん主人公の怒りは最高潮、姉への復讐心を燃やしながら異世界ライフが進みます。しかし残念、この間で要の復讐が叶うことはありません。それどころか、この記憶を消した姉はこれ以降登場しません。退場です。要くんの復讐がいつか果たされるといいですね。そして表紙絵でも登場しています。本作のお姉ちゃんであるアリサに拾われるわけなんですが、初めから好感度マックスです。その秘密は死んだ弟に似てるから、それだけです。まあ理由はともかく、ここからアリサお姉ちゃんの言動に注目。カナメの背後から抱きついて、うん、思ったより筋肉ある？
と腹筋を撫で回し、お金を持っていない要に対し、あはは、気にしないの、そんなの私が買ってあげるから、と装備一式を買い与え、宿では当然のごとく一緒の部屋に泊まり、ベッドが2つある時には、あ、ひょっとして残念だった、お姉さんと1つのベッドがいいですって言いに行くと、イエローカード満載な積極的なアプローチ、あ、これはいけません。出会って1日2日でこの発言の数々、落ちるのが早すぎる。貢いでいるのか、主人公を紐にさせたいのか、こいつは。それだけじゃない、まだまだありますよ。ほら、カナメ、お姉さんの腕の中に飛び込んできてみる。カナメ、私のお風呂着る。そーら、食べちゃうぞ、お前は私の旦那だ。お、どうしたのカナメ、お姉さんを惚れさせる気かな、今日一緒に寝る。これで付き合ってすらないんですよ、出会って5秒でなんとやらですか。これがセクハラでないなら何でしょう。アリサも仮に女性身一つで冒険者やってきたんでしょう。どこの馬の骨ともわからない空から落ちてきただけの異性に心許してしまうだなんて、アリサの冒険者としての危機管理能力はどこに行ってしまったんですか。正気の沙汰じゃない、それとも美少女だから許されているのか。アリサが可愛くなかったらどうでしょうか。そんなの物語が打ち切られます。仮に私みたいなキモオタが同じセリフを吐いたとしましょう。そーら、食べちゃうぞ、お前は俺の嫁だ。もしもし、ポリスメン、即通報される未来しかありません。許されざるカルマです。良くて拷問、悪くて惨殺です。しかしイケメンと美少女ならそれが許される不思議。私も可愛い子ちゃんから一度でいいからそんなアプローチ受けてみたかったです、畜生。はい、そして続いては登場人物の服装の不一致なんですが、これはただ単に文章と挿絵が合っていないんですよ。お姉ちゃんの革鎧と赤いマント、お姫様の金属製鎧、どちらも本文では記載ありなんですけど、それがない。イラストでは機能性度外視のひらひら服、胸元バーンみたいな、バカには見えない仕様になっているのでしょう。イラストレーターさんやりますね。出てくる女の子たちかわいい、やりますね。長い世界観説明については、本作の舞台になっているのは私たちの知っているような宿があり、武器屋があり、冒険者ギルドがあるみたいな、よくあるファンタジー世界なのですが、それが本作では多少の脚色を加えて描かれてあります。それ自体はいいんですが、問題はそれが長いこと。全約300ページ中190ページくらいは世界観や設定の説明に充てられているような気がしました。またこの間にはたくさんの神の名が出てきます。仮面の神イルムルイ、運命の神ビルデラルド、戦いと勇気の神アルハザール、魔法の神ディオス、天秤の神ベラール、生と死の双子の神ルベルレベル、破壊神ゼルフェクトが、この間で気にする必要があるとしたらこの辺りですかね。はい、ほぼ気にせず話を進めて構いません。何のために出てきたんだ君たち。設定がこらえているのは非常に興味深いことだとは思いますが、3分の2を設定説明に当てるくらいなら、戦闘なり物語が盛り上がるようなエピソードを取り入れてほしかったというのが私個人の意見であります。またもちろん戦闘もあるのですが、ラストバトルに入るまでに2ページ程度の戦闘が数回挟み込まれるだけと、だいぶ物足りない。始まったと思えばあれもう終了みたいな肩透かし感が半端ないです。最弱ランクの弱さも史上最強さもあまり伝わってきませんでした。次に優しすぎる資格についてなんですが、これは要の力と真の正体を知っているキャラなんですが、要が力を悪用しないため覚醒する前に始末しに来るのですが、これが優しいのなんの、寝込みを襲うのはかわいそうだからやめとこう、主人公が暴走なんかしないと言えば資格は分かったとすぐ戦いの手を止め、さらには要の力の使い方を逐一教えてくれるなど優しさで満ち溢れている。お前はバファリンの片割れか、お前もまたチュートリアルの申し子か。ただ私的にはこの子が一番可愛いです。おすすめ。そして続きます、手のひらドリル姫。要のことを見下しこき下ろす姫さんがいるのですが、要の真の実力が明らかになるとあら不思議。あなた、要っていうの？素敵な名前ね。はい、落ちた。主人公が強いと分かった途端に色仕掛け、手のひらクルーのドリル姫、手首がもげてしまうぜ。おうおうおう、こいつは信用しちゃいけねえ種族です。でも綺麗なお姉さんが誘惑してくるんですよ。たまらん。
実際にされると惚れてまうやろう。気をつけなはれや。そして最後、新連載の1話目のような一巻。これは長い世界観説明の後、やっとこさ主人公が覚醒して、そして物語は終わります。残された謎は多く、まだまだ尺が足りません。俺たちの最強生活はこれからだみたいな感じで終わります。まだまだ物足りない感じがあり、新連載1話目のような一巻だと思いました。以上が悪かった点、気になった点でございます。散々こき下ろしやがってと思う方もいるでしょうが、良かった点もお伝えいたします。良かった点はこちらです。緻密な世界観、主人公の能力、リバーシブル表紙。まず設定の緻密さです。描写は多いですが、その分細かいところまで気が回されており、世界観がしっかりしていると思わされました。宿の安全さ、金銭詐欺の回避方法、神殿での言い回しの変化、共同浴場での立ち回りなどなど、よくあるファンタジー世界に根拠を付け加えてくれる点は非常に丁寧だなと思いました。読者もこれにはなるほどと思わされるのではないでしょうか。そして主人公の能力、これは実に興味深かったです。まず弓をメインに戦う主人公はそう多くないので、結構挑戦してきたなと思いました。要の能力、手にした物質概念ですら弓矢に変換できる力は非常にかっこいい。ロマンにあふれています。ありとあらゆる事情を神羅万象武器とし、矢として放つことができるのは十二心をくすぐられます。また最初の方でも語りましたリバーシブル仕様の表紙、表面は異世界なろうもの、裏面はハイファンタジーのような雰囲気。これは一度で二度おいしい。裏面もなかなかいかつやないかい。しかし、イクノレクスオールからのタイトル変更、最弱ランク認定された俺、実は史上最強の神の生まれ変わりでした。お姉ちゃん属性な美少女との異世界勝ち組冒険ライフ、どうしてこうなった。噛まずに言えるまで一体私が何回練習したと思っているんですか。最近のトレンドを追いかけたらこうなったみたいな感じですかね。いずれにしてもウェブからの書籍化おめでとうございます。さて、以上を踏まえ最終的な評価に移ります。私が本書にランクをつけるなら、これは D ランクです。これは面白いより面白くない方が多いくらいのランクです。ちなみに私の考えるラノベランクは以下の通りです。 S ランク、面白い、マジでおすすめ、続きを買うと思ったもの。 A ランク、面白い、続きが出たら買うかも。 B ランク、まあ面白い、でも続きを買うほどじゃない。 C ランク、普通、面白いと面白くないが同じくらい、可もなく不可もなくといったところ。 D ランク、面白いより面白くないと思った方が多いもの。 E ランク、面白くない。 F ランク、後悔、買ったこと、読んだこと、時間を費やしたことをただ後悔です。この本は世界観の説明の長さ、戦闘描写の少なさでつまずいてしまったような印象です。展開を早めて見せ場を多くすると私は評価を上げていたことでしょう。主人公要の最強能力とお姉ちゃんたちとのイチャラぶっぷりをもっとおかわりしたかったところですね。何を偉そうなこと言ってんだこいつと思うでしょう。これはあくまでも私個人の感想なので、作者様含め他の人は気にしないでください。私もラノベを書いたことがありますが、二次選考すら突破できないクソ雑魚なので、負け犬の遠吠え、ザレ言として聞き流していただけたら幸いです。以上、お姉ちゃん属性の美少女に手取り足取りチュートリアル生活、これが勝ち組でないなら何とする、セクハラでもいいから愛されたい、そんな欲望を叶える本作、イクノレクスオール、もとい最弱ランク認定された俺、実は史上最強の神の生まれ変わりでした、お姉ちゃん属性な美少女との異世界勝ち組冒険ライフ、いかがでしょうか。この動画が良かったらコメント、いいねボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローなど気軽によろしくお願いします。それじゃあまたね。カパンチョー。